朝鮮の狙いは一体何なんでしょうか。ちょっとこれ分けました。見たら分かるよ。まだでしょ。今分かるよ。すぐあっちゅう場には分かんない。この衛星写真はアメリカの研究機関が公開したもので、今月25日、北朝鮮北西部にあるトンチャンリのミサイル発射施設周辺を撮影したものです。先月の写真と比べると雪がなくなっている様子が分かります。アメリカの研究機関は車両や人の動きなどが確認できることから、ミサイル発射の初期段階にあると言います。一方でアメリカの政府高官は28日、数週間にわたり活動の兆候を確認しているとした上で、北朝鮮が数週間以内にミサイルを発射する可能性があるとの見方を示しました。赤いのがついちゃったよ。核実験を実施した際は必ず弾道ミサイル発射を行って、何らかの挑発行動に出る可能性というのは否定できない。日本も警戒を強め、よかったね。それでなんで東京はこれで、すごい儲かったんか、損したんか、儲かったよね。でも雪が降っても経済効果あるんじゃないですか、多少の。あるけど、やっぱマイナスが多いじゃないって言ったら。あれとか。ゴム。雨傘が売れるとか、ゴム靴、ゴム長が売れるとか、長靴とか、マフラーが売れるとか、暖房とか売れるんだよね。うん、電気代が高くなる。武田の株上がったんですか。ディフェンシブだからね、あんまりそんなにね、ものすごく上がったりしたら、しかも。なるほど。マイナス金利。よくわからない。ああいうの経済学部の人ってすぐわかるね。そこで出会った驚きの味とは。何が入ってんだこれ。内戦状態、そしてロシアのクリミア併合を経て、国民感情にある変化が。ロシアの侵略者です。信号が首都キエフを取材、揺れるウクライナの今を伝える。東証一部。武田105円上がってます。結構上がったね、はい、うん、母がとっても元気なんですけど、来月89です。周りの人に比べて元気すぎるって思って、なんかあるでしょって言ったら、実はねこういうものなんだって教えてくれたんですよ。これはあなたに勧めるって言われて、今日伝票楽器やらないやらいっぱい跳ねたことがあるわけです。果物とか明日行くから毎日毎日これがあるんだよね。発酵したもので、ああそれはいいかもしれないなと思って飲んでます。毎朝主人と2人で入って渡して仲いいと思います。明日またお茶の水に行かなきゃね。ごちそうさま。